はい、こんにちは、僕です。幕末降臨殿にやっていきましょう。お金が3000両、3000貯まりましたんで、船の改造をね、してもらいましょうか。一石金3000って高いよな。お願いします。丸1日かかるんだ。めんどくさいな。お金渡して、一泊しないと完了しないんですね。もう船ができたぞ。船を手に入れた。これで強くなったのかな？もう改造できないのかな？どんぐらい？耐久が700まで上がりましたね。またしばらく戦って、格が上がればさらに改造できるんですかね？いや、何度かね、録画外で、船同士の戦いをしていて分かったんですけど、まあ、いろいろなことが分かったんですけどね。敵の船の名前で多分、強さが違うみたいで、攻撃をした時にね、命中率みたいなものがおそらくあって、しっかり命中した場合に大ダメージが入る。で、しょぼいダメージの時は、なんか外してかすったみたいなダメージみたいですね。だから直撃したら、直撃で300ダメージとか今まで受けてたんだけど、いや、どう考えてもバランスおかしいと思いますよね。運悪く一撃で全滅みたいなことがあるんで、しんどいですよね。当たりどころが悪いともう一発で全滅ですからね。すごい過酷な船旅ですよね。船が来ましたね。この赤城丸っていう船は結構強い船なんで、強化弾1でいいかな。強化弾1はね、そんなに高くない弾だったから。これはガンガン使っていける。これは当たってない。これもかすってるだけね。これもかすり。21。これぐらいのダメージなら問題ないんですけど。いや、この船たちもね、直撃すると300ダメージぐらい多分食らうんで、危険すぎるんだよな。音でいいかな。大丈夫か？すげえ怖い。ああ、大丈夫、大丈夫。通常弾でも倒せればいいんだけど。ああ、70。直撃で70なら大丈夫か。いや、船の格が上がってるから、火ダメも抑えられてるんじゃないかな。いや、どうなんですかね。勝てました。船の格が上がった。ちょっともう少し船の格を上げて、もっともっとね、強化していかないと、どうやらこの先の海、戦い抜けないらしいんですよ。ちょっと攻略を確認したんですけどね。最大まで改造していかなきゃいけないんですかね。どうなんだろうね。強すぎるよな。普通の通常弾で戦ってみようか。いや、通常弾で倒せるなら通常弾で倒していきたいんだよな。特殊な弾は全部お金がかかるんで、まあ、運次第だよな。オートでいけるかな。いけるな。もう、牛尾丸っていう船もちょっと強めの船だったんだけど。まあ、割と簡単に倒せますね。よかった。じゃあね、ちょっと引き続きまたお金を貯めたり、船のレベルを上げたりしたいので、まあ、ちょっと録画外でね、そちらをやっていきたいと思います。一石金1万でどうじゃ。お金貯めてきましたよ、1万も。これでね、どうやら最後の改造になるみたいですね。ちょっとどれぐらい改造すればいいのか、ちょっと悩ましかったので、ここについてはね、別途攻略サイトをね、確認させていただきました。いや、船を手に入れて、即、マックスまで改造しないと、この先厳しいらしいんですよね。いやいや、そんなことないだろうと思いつつも、まあ、前回のあの即死っぷりをね、見ていたら、あながち、まあいい加減なことでもないんじゃないかと思って、頑張りました。船を手に入れた。これで、今格がね、船の格が20なんで、さらにレベルを上げていくことができると思うんだけど、いや、もうやっとこれで先に進んでいけるかな。
あのね、船を改造したことによって、このスピードもね、速くなったんですよね。だからだいぶ進行しやすくなってると思いますね。まあ、レベルが上がったところで、いや、結構安定してダメージ入るな。安定してダメージ入るようになりましたね。で、あの、耐久力。あの、船の HP は上がるし、多分ね、若干防御力もおそらく上がってると思うんだけど、全くね、攻撃力も命中率も上がらなくて、ずっと大変な思いをしてたんだけど、まあ、最終段階になって、だいぶ命中精度が上がってるかな。だいたい100超えのダメージが出るときは、うん、クリーンヒットしてる感じだと思うんですよね。そんなことないか。まあでも戦いやすくなったんじゃないかな、だいぶ。体力も、うん、船の体力も、うん、マックスまで上がってると思うんで。すごいな、船の形がだいぶ変わりましたね。これもともとイカダだったとは思えない船ですよね。完全に軍艦になってる。OK。で、この船同士の戦いはね、すごいお金がたくさんもらえるんですよね。ほら、この辺でずっとね、お金稼ぎをしていました。ほら、ヒットしないと銃とかしかダメージ入らないんで、どんなにこっちの体力増えたり防御力が上がっても、敵を倒せないんですよね。これすごい時間かかるんだ。まあ、それは変わりないですね。で、ちょっとお金を稼ぎながら、この辺うろうろしていたんですけど、全然次どこに行けばいいのかわからなくて。ね、一応日本の西側にも行ってみたんですけど、西側にはね、特に行けなくなってましたね。なんか海の色が変わっていて、これ以上先に進めないっていう感じなので、まあ、南側も同様ですね。北側は確認してないんですけど、多分やっぱりおそらくアメリカの方に向かっていけばいいんじゃないかなと思ってます。いや、エンカウント率がおかしいよな。いや、5歩ぐらいで、5歩ぐらい進んだら敵が出てきますからね。いや、時間かかるな。まあ、とにかく、東に進んでいきましょう。でね、船に乗ってる時の戦いが、うん、多分3種類あるんだと思うんですけど、船の上で戦うのが今までのね、普通の戦闘で、船同士で戦う海戦と、海の中で戦う、まあ、この海中の戦い、この海中で戦う戦いが一番経験値が美味しいですね。なんだ？なんかマップが切り替わったのか。やべえ、なんか強そうなの出てきたな。目標軍艦。軍艦だって、強いのかな？回復した方がいいかな？とりあえず500回復しておきますか。強そうだな。そんなことないか。わかんないな。クリーンヒットした時にどれぐらいダメージ受けるかなんですよね。うん、ダメージの幅がやっぱりでかすぎるんで。まあ、とはいっても体力2000近くあると思うんで、一撃で落とされるってことはもうさすがにないんじゃないかな。まあ、とはいってもこっちの攻撃もね、こんなダメージじゃ全然倒せないと思うんで。時間かかるよな。強化弾撃っていきますか、じゃあ。もったいないな、お金。いや、まあ、せっかく買ったから使っていかないともったいないんだけどさ。どうかな。53。こんなもん。230。でも倒せないからね。まだ一石も落ちないんだけど、強すぎんだろ。嘘。そんなに硬いの？どんだけ強いんだよ。ゲームバランスがおかしいよな、ここだけ。やっと一石倒せた。終わらないって、これ。やっと終わった。経験1800、金750。ちょっと回復した方がいいんじゃないか。これでいいか。とりあえず1900まで回復しておけばいいんか。で、ちょっと待って。隠れ蓑とか使ってみますか。しばらく敵と遭遇しづらくなる。どうかな。目的地がどこにあるのかわかんないからさ。これは？あ、通れない。
どこに行けばいいんだ。これ以上右には行けるのか。行けるんだね。いや行けない、いや行けないのか。どうなってるんだ。いやなんか行けるな。なんか進んでいけますね。いやダメだ、行き止まりになってる。あの地図が開けないからどういう形になってるのか分かんないんだよな、世界は。いやアメリカてか今いるのは太平洋だと思うんで、いやこの辺にアメリカあってもいいと思うんだけど、なくない？アメリカがないよ。また来たよ、なんだこいつらは。戦艦また強いんだろうな、どうせ。と様子だけ見て、4押しで21でしょ。厳しいってこれ。大丈夫？逃げようかな？逃げられるかな？あ、逃走成功した。初めて逃走成功したかもしれない。いや、待って、もう敵出てくるの？え、何？もう隠れ蓑の効果切れたのかな？いや、逃走失敗しまくりなんだよな。全然逃げられないですよね。痛いな。やっと逃走成功した。え、どこに行けばいいのこれ。わかんないんだけど。いや、しんど。日本まで。強いよな。逃走成功 OK。え、隠れ蓑の効果はもう切れちゃったの。あ、なんか待って。大陸見つけた。大陸見つけましたよ、やっと。なんでこっちの方まで日本の船が浮いてるんですかね。いや、ダメージがでかいな。150ぐらいダメージ受けてるよ。逃げらんないんだけど。違う、これハイドンっていう名前。新しいね。見た目は同じだけど名前が違う戦艦。回復しようか。やばいな。あ、待て、使っちゃった。2連続で押しちゃった。こういうところ降りられないのかな。待って、ほんと、どこに行けばいいの？クソ、逃げらんない。ムカつけ。284とか痛すぎるんだけど。いや、回復したばっかりなのにさ、586とかさ、まずいな。大丈夫？500台のダメージはまずいんだけど。あ、逃げらんないんだけど。まずい。もう体力、HP がないよ。299。ダメだ。逃走失敗。あ、負ける。うわ、この後に及んでまだ全滅させられるのかよ。じゃあまたひたすら東に向かっていきますか。ひたすら東に向かってってアメリカに着くのかな。いや、さっき見つけたところがアメリカ大陸だと思うんだけど、見つけてもどこに上陸できるのかがわかんないんだよな。マップが切り替わって、さっきと同じルートで行ってみようかな。とりあえずこの辺はね、ひたすら逃げますか。いや、ダメだ。ちょっと倒しますか。倒さないとレベルが上がんないからね。OK。経験値1050。うわ、格上がらないのか。ちょっと待ってよ。いや、ダメだ。逃げよう。逃げて。いや、まだだな。隠れ蓑を使うタイミング。隠れ蓑が2つしかないから。タイミングよくね、使っていきましょうか。そろそろこの辺りから使った方が良さそうだな。戦艦が強いんでね。隠れ蓑ってどっかで買えないのかな。じゃあ右まで行って、上陸できる場所を探したいですよね。あ、行けました。うわ、異国の地に初めてやってきましたよ。アメリカかな、ここ。全然どの辺かわかんないんだけど。そこにあるのはお地蔵さんかな。変わった街並みだな。あれ、なんか背景が変わりましたね、テキストの。歩いている人間も俺たちの国と全然違うぜ。でもあのひらひらの着物はちょっと可愛いな。夏目が着れば何でも可愛いって。私は一足先に東の村に行きます。少しでも早く仲間に会いたい。気をつけてね。ありがとう。これは私の気持ちです。もらってください。光のお守りをもらった。この子は故郷に帰れるのかな。それでは気をつけてくださいね。東に村があるんだね。
で、今いただいたお守りはどんな感じの？陽の属性の攻撃を無効化。陽属性、とりあえず、ヤマト丸につけてみようか。で、転身は解きますか。いや、よかった、たどりつけて。東の山を越えたところに、草原の民の村があるらしいわ。これ、お地蔵さんなんじゃないの？セーブできるかな？あ、できますね。よかった。だいたい1時間ぐらいですね。お金を貯めて、船を改造するのにかかった時間が。ひたすら戦闘してたんでね。だいぶ、全体的に格が上がってますよ。格と、天下五剣の力がね。まあ、あんたたち誰？よそ者のくせに話しかけないで。日本語で喋れるのかな？これは道具屋さん。本当はよそ者には売りたくないんだ。感謝しなよ。なんかあんまり、買えるんですね。いや、まだ船に乗ることってあるのかな？どうなんですかね？本当は同じこと言われる。何これ？おら、あったか。体力100回復、魔力200回復。買っといた方がいいんかな、少しずつでも。5個ずつ買っときますか。1000回復するアイテム、強いな。およその人とはお話ししないもん。こんなに部外者、冷たいの。俺はさすらいのガンマン、金さえもらえれば、誰の下にだってつくぜ。それでいくらなんだ？金2000で手を打ってやるよ。金2000高いなぁ。いいか、今3000ぐらい持ってたかな。トニー、新しい仲間、異国の仲間が加わりましたね。攻撃特大、致死の効果、即死ってこと？ガンマンだから、あれ入れない。この家入れない。入れない家とかあるんだ。ちょっと待って、早いな。あ、よそ者だ。見てわかるのか。入れないですね。建物に入れない。よそ者だからかな。何、鬼2って。鬼2って何？ OES2。何それ、どういうこと？鬼2、OES って何ですかね。ほとんど入れないですね、建物に。よそ者は東の草原の民の村にでも行きな。あ、じゃあ行かなきゃいけないんだ。ここ宿屋っぽいけど入れないんですけど。ほとんど入れない。あ、入れる建物は扉が開いてるんですね。いつか入れるようになるのかな？誰？じゃあ東の村？あの子と一緒に行けばよかったですね、じゃあ。外に出て行きましょう。BGM が全然違う。あ、地図開ける。ここはどこだ？中南米に近いですよね。そんなことないか。あそこ、ロサンゼルスら辺ですかね。これ、港町。わかんないな。あ、そうだ、一旦モメンがいないんだ。歩いていくしかないのか。敵出てくる。一旦モメンいない。待って、BGM が全然違いますね。何このドラゴンみたいなの。普通にいるんだ。バンダースナッチ。妖怪じゃないんだ。やばい。鬼で妖怪以外のモンスターと戦うなんて初めてですね。普通に強い。待って、今夏目はなんで吸収？あ、風属性吸収か。いや、吸収っつっても回復はしてないんだよね。精神集中。強いな。なかなか倒せないな。OK、倒せた。いや、経験値1000。経験値高いな、最近。待って、東の村ってどこにあるんだ？これは、アリゲーター。こんな荒野にワニがいるの？待って、なんか技とか使っていきますか。効くな。一撃で倒せる。って、なんか話あるかな。東の草原の民の村に行こう。キンバもきっとそこだ。キンバを追いかけなきゃいけないんだ。
東の、あれこれか、ここかな。あ、草原の村見つけましたね。ありました、この子か。あれ違う、あなた方がティンバンを助けてくれた皆さんですか。お礼に村の客人として迎えます。自由に歩き回って結構です。あ、歓迎されてますね、ここでは。え、ティンバンはどこにいるの。あ、いた。南の方にいくつか村があります。もともと豊かな土地だったのですが、数年前から森が枯れたりモンスターが増えたり暮らしにくくなってしまいました。え、冷血が関係していそうな話だな。行ってみる価値はありそうだな。え、私もまた一緒に行きます。なんで、この子何なんだろう。別に仲間の枠に入っているわけじゃないんだよね。いないですね。となんか宿屋ないかな。宿屋がないんだよな。待って、グラフィックが新鮮だな。港町の人間はわしらには冷たくてのあ、防具屋の主人、日本の神秘はいかがかね。なんでここまで来て日本の装備なの。高い、あ、高いな。お金ちょっと貯めますか。また録画会かな、それは。録画会でまたお金貯めてと買い物していきたいですね。南に行くとグランデ村があります。グランデ村、大地が元気をなくしているようだ。何があったのだろう。うん、アメリカにも冷血があるんですかね。果物を召し上がる。うん、いただきますか。うん、元気になった。宿屋はないけど、宿屋はなくて今ので回復する感じか。おばあちゃんから聞いた聖地のガーディアンのお話してあげようか。押してもらおう。じゃあ話してあげる。ガーディアン様は私たちの聖地を守る神様なの。いつもは普通の人間の姿をしてて、いざとなったら神様の姿になるのよ。でもある時、裏切り者によって谷の底に閉じ込められたんだって。私の話はこれでおしまい。なんかそのガーディアンに会いに行くんでしょう、おそらく。あなたたちに精霊のご加護がありますように。ほんと異国に来た感じですね。ティンバンを連れてきた人ですか。どうぞ今日は泊まってください。あ、泊まれるんだ。泊まる場所もあるんですね。また来んよ。あれ待って、この村ね、セーブポイントがなくない？お地蔵さんがないよ。こんにちは。こんにちは。え、お地蔵さんないよね。待って、まさか。ああ、ここでセーブできるんだ。トーテムポールでセーブできる。よかった。南に冷血があるんなら行ってやろうじゃん。うん、じゃあ南に向かっていけばいいんだと思うんですけど。ちょっと一旦今回はこの辺で終わりにして、続きはね、また次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。